札幌です。札幌やってきました。鳥肌立ったね。札幌上陸。全然どこかわかんないね。ここはどこ。ただいまホテルに向かってます。到着、到着しました。千葉くん札幌です。札幌やってきました。あいにくの雨ですがお買い物したいと思います。札幌札幌は都会ですね。先生変装できてないかな。モザイクかけない。はい、札幌。めっちゃ変装してます。すごいね。すいません、なんかこういうの下手なんでやり方が分かりません。撮り方が分かりません。それでは買い物してするとこまで買い物して戻ってきます。いきなりスタバ。先生は何買うんですか。ピアスとピアス T シャツですね。わかりました。買い物してきました。これからお酒に合うものを買ってきます。はい、つまみ買いに来たろう。白子の燻製、何の白子、鮭の白子。本日はこちらです。テンザ&スカイスパでございますね。テンザも知らないけど
あれじゃない、なんだっけ、格闘技じゃない、プロレス。ちょっと何言ってるか分かんない。天山ってね。あ、天山、天山ね。見て、素晴らしい景色だよ。何にも開放感がない部屋っていうことでいいですね。おはようございます。もうね、ずっと雨でね、あの傘さしながら移動してるんで、カメラをね回せないんですよね、うん、なので撮れ高があんまりなかったよ。で、今からもうホテル着きましたんで、サウナに入ってね、で居酒屋でも行けたらなと思っておる。あ、先生映った、思っておるところでございます。では乾杯。当たりなんだね。見た目は脱毛サロンみたいなお店ですけども、非常に美味しいです。ジンギスカン食べてみます。塩麹ジンギスカンっていうのですね、うん、この店めっちゃうまい。うわ、ご飯食べたくなった。うまっ。うん、じゃあこの唐揚げうますぎたな、うん、こういうやつらしいです。絶品です。なぎさホルモン、ちょっと気になる。フェイス、それかこの寿司どうしよっか。え、めっちゃいいじゃないですか。シビー、こういうの大好きなんですよ。この辺のどっか入りましょう。ゴン、何屋さん、そば、そば屋さん、ゴン、おじいや、いやこういう、いやめっちゃいいね、いいね。精肉店、餃子小籠包、青果店。あー、終わっちゃった。どうしようか。一風堂、あの有名な一風堂。いやマジで久々に激暴飲暴食したね。ね、何件？爆鳥爆発。爆鳥爆発の意味が分かんないけど。ああ、北海道近代美術館、北海道立近代美術館やってきました。これからエジプト展行ってきます。
はい、行ってきました。どうでしたか？最高です。で、ちょっと想像をはるかに超える鳥肌立ったね。最高でした。ただいま帰りやして疲れました。先生お疲れ様です。お疲れ、ご苦労様でした。顔出しっていうことでいいですか？ダメです。じゃあまたお会いしましょう。さようなら。